刻5時45分になったところです。こんばんは、 HBC ラジオ金曜反省会、今週の担当、センスながら HBC アナウンサーの私山内陽一と、センスながら HBC アナウンサーの森優香です。どうした？いや、センスってつけてたので、そうですか、ちょっと、ね、私もなんか先輩見習おう。あ、そうですか。どういう風に入ろうかなと思って迷ってたんですけどね、はい、まずはですね、ちょっと札幌も結構雪が降ってまして、気象警報が出ていますね、はい、お伝えしますか。札幌中心も結構ね、重ための雪が降ったりして、そうですね、風伴うともう吹雪っていう感じになってますんで、ちょうどまあお帰りの時間、仕事帰りっていう方もいらっしゃると思いますが、はい、顔に当たると痛いんで結構、はい、そうですね、気をつけていただいて、はい、聞いていただきたいと思います。ということで今日はまずは我々2人でスタートということになったんですが、はい、さすらいライダーさんからメールいただいて、山内さん森ちゃんこんばんは、私出ること言ってなかったのに、私はあの金曜反省会の X、今日ツイッターで、はい、まあ、今回の人生相談、6時過ぎの人生相談で、はい、私かなと匂わせる写真は掲載されているんですけれども、いい写真ですねこれね。いい写真ですか。いい写真ですね。そう、これ見てもうね、あの森ちゃんだとか、たくさんいただいて、はい、シスダ流星群さんも優香ちゃんかな、雰囲気は優香ちゃんだよなとかね、ありがとうございます。マサさんもこの髪型もしかして森ちゃんかなとか、いろいろいただいていたんですけども、はい、なんで私出ること、今日は山内さんと森ちゃんが担当だと予想します。すごい、X で森ちゃんと分かりましたが、はい、さっきの写真の件ね、勘で山内さんだと予想しました。すごい勘、すごくね。もう一人は畑野くんが来ると思いますってことなんですけど、もう一人も予想されてる、予想したんですけど、これ当たったらすごいですけどね。そうですね、どうでしょうね。畑野アナウンサー先週もね、すごいものをね投下して去っていきましたけども、しまった、登場あったらすごい大当たり、3連単大当たりって感じですけど、その辺もちょっと楽しみにしてほしいですね。いただきたいと思います。はい、ということで、はい、もう X には、森優香アナウンサーの写真が顔こそ写ってませんが、いい写真が写ってますんで、ぜひね、はい、見ていただきたいと思いますけども、お願いします。はい、で、金曜反省会、この番組、はい、週末への入り口、金曜日の夕方、この1週間を振り返ってみんなでワイワイ反省しようということで、うん、まあ反省して学んでですね、より良い未来を作っていこうじゃないかと、こういう前向きな番組でございますよ。はい、で、固定の出演者はこの番組いません、はい、毎週 HBC アナウンス部から誰かがランダムで登場いたします。はい、で、なんとも自由なこのスタジオ内の様子、 HBC ラジオの公式 YouTube チャンネルの同時生配信でもお楽しみいただいております。お願いします。はい、で、番組では、まあ、我々の反省のツッコミ激励、はい、あと今月11月はですね、数字に関する反省、これをテーマに皆さんからメッセージを、ね、受け付けておりますけども、改めてじゃあこちらで、はい、受け付けます。はい、宛先です。メールアドレス、反省アットマーク hbc.co.jp、 アルファベット小文字で HANSEI アットマーク HBC.CO.JP、 そして X、 旧ツイッターではハッシュタグ金曜反省会をつけて投稿してください。はい、本当にね、トンテツさんの、夜にモリモリの声新鮮だとか確かにね、朝のなるみっつあって、そうですね、午前中お仕事することが多いですね。多いですもんね、うん、とかですね、源さんからは、森ちゃん X の写真、髪短めの貞子みたいになってますね。もっと貞子みたいな雰囲気でちょっと怖いですよね、あの写真ね。そうそう、怖い。ししゃもさんも HBC の池田エライザモリモリってね、いただいてますけど、はい、そうです。私ね、森ゆかのさんに一番最初に会った時に、はい、池田エライザーに似てるよねって私第一号で言ってるはずなんですよ。どうしたっけ、今なんかにわかにね、なんかいろんなところで言われてますけど、そう、先月あたりにあのナルミッツで田村美香さんが、うん、ね、あの映画紹介で池田エライザーさんのお話をされてて、ね、で、はい、私似てるって言ってくださったんですよ ね。そこからなんかにわかにね、ちょっと盛り上がってます。じわじわと、私初対面の時言ってたんですけど、でも確かに結構入社当初からこうじわじわと言われてはいたんですけど、うん、先駆け山内さんでしたか。そうですよ、絶対そうですよ。ありがとうございます。こういうの早いんですよ。いや、ありがとうございます何の話をしてるんですか。ここ居酒屋じゃないですよ。ね、はい、そんなんで、はい、もう X もどんどんいただいてますけどね、はい、ということで、じゃあこの後6時半までお付き合いいただきたいと思います。今週の反省、さあ
ということでね、しっかりとボタンも押しましたところで、最初のコーナーはですね今週の反省ということで、今週1週間に起きた反省について語り合うということなんですけども、はい、もうとにかくね、まずちょっと私言わせてください。先日まで1週間、はい、お仕事離脱せざるを得ない状況になりまして、そうですね、インフルエンザ A 型もうね、うん、50になって熱38度になるとですね、はい、いやいやいや、もう若い時の38度と、はい、50になっての38度とじゃ違いますか、ね、へばり具合が違うこんなに辛かったっけみたいな、いや大変だったですね、病院行くのも大変っていう、もう起き上がるのも大変っていう感じで、まあなんとかね、はい、お薬で治して、うん、無事今週先日からですね、うん、1週間ぶりに復帰させていただきましたね。いやおかえりなさい、ありがとうございます本当にご迷惑かけました、ね、いやいやいや全然ですよ、いやで寝る子は育つってよく言うもんで、結構寝ました。あでも大事なことですよ、体休めるのは。ちょっと休ませと思ってずっと 、もう寝ざるを得ない、もう何もできないから、はい、もうガタガタ震えながら寒気で、はあ、でやっぱり寝るとね、髪の毛って一気に伸びるんですね。どういうこと、あでもそうかも、私ね、はい、もう隠さず言ってますけど、はい、いつも髪切った後にカラーリングっていうのをして、はい、白髪を隠してるんですけど、髪伸びるとですね、はい、もう白髪隠せてないよね、もうこれ多分、はいもうどうやってさっき鏡の前でこうやって前髪こうやって隠そうと思っても根元のところの白いのが全然隠せねえやと思って、やっばと思って、これはさっき確かに髪切ってまた染め直さないと。そうですね、言われてみると確かに今までの山内さんの中では長い方だと思いますね。長い方でしょう。ちょっとまずいですねこれね、隠さないと、ね、まカメラの位置が遠くてよかったです、まだね、本当ですね、近く行っちゃうと白髪見えちゃいますこれ。でも素敵ですさすが池田ヒライザ、そうなんですよ、違う、そうなんですよ、ね、違いますか。でもやっぱり寝るっていうのはすごく大事だなと思って、髪の毛も多分育つとは思うんですけれども、私も 2,3 年前にちょっと声が出なくなったことがありまして、風邪で、それで 1,2 週間ぐらいお休みをいただいた時にずっと寝てたら、やっぱりお休みいただいてたので、ね、その後すぐそんなこと言うのは良くないなと思ったんですけど、はいはい、肌の調子がものすごくすこぶる良かったです。いやそういうもんだと思う、だからやっぱ寝る休むっていうのは日頃から大事なんですね。大事なんだと思うわ、はい、ちょっとここでちょっと休みなさいっていう、はい、ことなのかなっていう風にちょっと割り切ってですね、休ませていただきましたけども、本当にね1週間って結構ね長いもんですけどね。いやお帰りなさい、いやいや、とんでもないです、とんでもないです、よかった。という中でどうですか森さんの反省は。私の反省なんでそれこそですね今週の水曜日なんですけれども、はい、朝のニュースを担当しまして、はい、で我々はその朝のニュースを担当することを早番と言います、はいはいはい、で早番は朝5時に出社してお昼くらいに帰るっていう勤務なんですよね、はい、で大体まあ間ぐらい8時過ぎぐらいになってくるとちょっとお腹がすきますよね。すくね。そうなんですよ。で、朝のテレビのニュースを終えて8時過ぎっていうのはちょっと時間が空くので、私はそこでいつも、お菓子を食べたりだとか、あとは新聞を読みながら朝ごはんを食べたりするっていうのが、ちょっとした休憩時間というか、早番の楽しみなんですよ。わかるよ。ね、今週の水曜日、その朝ごはんを食べている間に、ドラマーみたいなって思ったんですよね。HBC でも火曜10時に放送している、セカンドマイアオハル、広瀬アリスさんとなにわ男子の道枝俊介さんの、で結構ね見逃していて、先々週の放送を見ていなかったんですよ。でそれを朝ごはんの時間この間だけドラマ見ちゃおうかなと思って食べながら見始めたんです、でちょっと先々週の放送なんでネタバレになってしまう部分があるかもしれないので、本当に嫌だなっていう方はちょっとボリューム落としていただいた方がいいかなって思うんですけども、その先々週の放送がですね、
今までそういう恋愛感情がなかった2人が、うん、急に意識し始めて距離が近づい て、それって恋愛において一番楽しい期間じゃないですか。あ、一番そうですね。そうですよね、それを見てて、はい、だからなかなかこう箸が進まないんですよね。あ、そう。でも、あ、いいなーなんて思いながら食べてて、で2人がこう向き合って言い合うシーンにちょっとなったんですよね、はいはいはい、で広瀬アリスさんがこういなくなろうとした瞬間にガッと腕を掴んだんですよ、道枝さんが。おうわーと思って、わーと思って、でもう腕を掴んだらもう HBC の火曜10時のドラマはもう次は抱きしめるって決まってるんです。なるほど。で後ろから抱きしめた、うおーって。でも抱きしめたらその後やることは一つしかないです。チューです。なるほど。チューが、ね、でそのチューもどんどん熱を帯びていくですよね。どんだけ興奮してるんですか。だんだんなんかおまま。そうなんですよね、うん、朝ごはんの間だけドラマを見ようと思っていたんですが、しっかりと1時間ですねセカンドマイ青春を見てしまったプラス、うん、朝からそんなものを見てしまったものだから、うん、その後の仕事がなかなかこうその中のことを思い出してしまってなんかああと思ってなんかこう考え事をするとぼんやりこう宙が浮かぶわけで、あーって思ったらなんかこうなかなかこう仕事が手につかなかったみたいな。あと支障に出る、仕事に支障出るくらいのめり込んじゃったっていう。のめり込んじゃったんですよね。まあまあ人気ドラマですからね。はい、どうですか。なんか今思い出してます。喋ってるだけでもなんかだんだん興奮して次やることは宙ですよとかさ、もうどんだけ懐かっていう。そうなんですよね。でもあの私の席って割とこう、うん、出社してくる先輩方だったりとかが、はい、こう通った時にパソコンの画面が見やすいので。そうですね、アナウンス部から入って入り口に背を向ける感じで森アナウンサーがいますから、ね、もうあの中の時とか牧野部長が来たらどうしよう、来たらどうしようそれなんか男子中学生がお母さんにそれ変なというか、ね、分かるよ。そういうね、思春期の時に見たいビデオを見てるかのような気持ちで、ずっとあのチャンネルに手、昔リモコンなんてなかったからずっとチャンネルに手かけながら深夜番組見てるのプロ野球ニュースにすぐ変えられるように 11PM ミサーみたいな、ね、全く同じで、私もマウスにこう手を当てて牧野部長が決めた瞬間にそのアグリ王国のホームページになるようにカッてできるようにアグリ王国に変えられるように。万端ですねはい、しっかりと見させてもらいました。思春期少年って感じです本当にあ、恥ずかしいですね。そうですか。いや面白いですね。失礼いたしました。いやいや、ゲンさんもいつまでもキュンキュンしたい森アナ、はい、マサさんも男子中学生みたいなことをしてますねそうですよね、言われてますけどね、でもセカンドマイ青春っていうドラマのタイトルだけありまして、うんうんうん、やっぱりいつまでもそういう青春、うん、青春の甘酸っぱい気持ちっていうのは忘れちゃなりませんよそういうまとめなの、はい、そういうまとめ、そういうことですか、はい、なんか自己弁護に入ってますけど、はい、もう皆さん青春、ね、していきましょう。また来週火曜もありますんで、はい、はいはい、お願いします。第2スタジオ人生相談。
生には様々な不安や悩みがあり、毎日が後悔と反省の連続です。でもできるならば後悔したくない、反省に至る前に解決しておきたい、そんな時いくらかでもお役に立てればというのがこのコーナーです。同僚のアナウンサーやリスナーの皆さんがあなたのご相談に応じます。改めましてこんばんは。 HBC ラジオ金曜反省会、今週の担当は私 HBC アナウンサー山内陽一と HBC アナウンサーの森優香です。第2スタジオ人生相談、このコーナーはですね、アナウンサーが抱えるさまざまな悩みを将来大きな失敗や後悔、そして反省に至る前に解決しようというコーナーでございまして、はい、ぜひラジオ機のあなたもですね、解決へのアイデアをお寄せください。お願いします。はい、改めてじゃあメールと X ね、こちらまで、はい、はい、メールアドレス反省アットマーク hbc.co.jp、 アルファベット小文字で hansei アットマーク hbc.co.jp、 X 旧ツイッターがハッシュタグ金曜反省会をつけて投稿してください。はい、チャイさんからもね、はい、森アナの熱量に笑えるっていうのを早速いただいてる中で恥ずかしいです。今日はどんな相談かということなんです。今日は森さんですか、私の相談に乗ってください。何残暑、もう長いこと悩んでるんですけれども、お食べ残しを、あ、食べ残しじゃない食べ残しは絶対しないんです。食べ残しは絶対しないんですが、食べこぼし、食べこぼしね、食べこぼしを、はい、直したい。あ、食事をすると、うん、6割8割7割ぐらいの確率でお洋服にシミがついてるんですよね。でまず麺類はもう9割9分9割9分って相当だぞ。はい、うどんそばラーメン類はあのスープを多分ズズズってすすった時に跳ねてしまってシミがついていますし、なんとか跳ねずに食べ終えたと思って油断した隙に何かをこう落としてシミができたりだとか、あとお酒を飲んだ後は必ずどこかに赤ワインのシミがついているんですよねあ、そう、はい、うん、それを直したいです。今日ね、カメラでご覧いただいている方はお分かりだと思いますが、森優香アナウンサーはですね、純白のシャツを着ておりまして一番ダメだろうっていうあえてなんですよ、こういうシャツを普段だから着れないんです。あ、着られないんです。そうか、だから今日みたいな日だと、はい、悩みをね、こういうシャツ持ってるんだけど着られませんよっていうことも含めて。そうなんです。なるほど。だからこういうシャツを着ている日はどんなにラーメンを食べたくっても着ると食べることができないので、うん、はい、今日もおにぎりだけにしたりだとか。そうなの。そう、服装によってその食べるものを変えたりするのもやっぱり嫌なので、うん、はい、食べこぼしを直したいんですよね。このシャツだともうカレーうどんなんかもう絶対ダメだ。絶対ダメですよですし、このシャツももう何度も何度も私の染み抜きに耐え抜いてきたシャツです。そうなんですか。はい、手抜いて。食べ、いやでも実はね、私もね、人のこと笑ってますけどね、はい、どっちかつうとこぼす方ですよ。だと思いましたなんの本当に話もできないって。あの HBC の社員証ってのがあってですね、はい、首からぶら下げたりして、で今もぶら下げてますけど、はい、山内陽一って書いてるこの社員証、はい、見てください、このコーヒーのシミ。本当だ、なんか一人だけ50年前ぐらいの社員証になってますよねだからこれぶら下げたままコーヒーじゃーってこぼしちゃってで拭いたんだけど、下半分拭いたら文字が消えちゃってるっていうね。あ、そうか、ズタボロの社員証なんですけど。あ、そんな人にその悩みどうよって話なんですよ。そうなんですよね、今日のメンバー聞いた時に、うん、あ、これ期待できないな申し訳ないですけど、これ期待できないなってちょっと思いました。森アナウンサーはね、あのアグリ王国っていう番組やってますんで、そのなんていうの、農作物への感謝の思いとかですね、お米一粒一粒へのね感謝の思いっていうのはあるはずなんで、一粒もこぼさずいただけてる人なのかなと思ってましたけど。それは言わないでください。どうなの、それは言わないでください
新滑祭もあってね、24日でございますよ。感謝の気持ちもあります。それは感謝の気持ちもありますし、やむを得ずこぼしちゃう。そうなんです。だから自分としてはもう残さず食べたいからこそ、その食べこぼしをなんとかしたいですし、そのアグリ王国においてはですね、そのもちろん農作業で衣装を汚すこともあるんですけれども、そのお昼ご飯に食べこぼしをして衣装を汚してしまったことも何度もあって、そのたびにそのスタッフの方がはぁ農作業でも汚すくせに、こういう関係ないところでも汚してくんのかよっていう、はい、ため息を。もうだいぶもう知れ渡っちゃってるわけですね、この辺が。そうなんです。じゃあですね、そういう悩みなんで、もう一人スタジオに入ってもらおうと思いますけども。そうだ、さっきのメール、もう一人ね、あれ予想が、はい、まさかの、声大きい。マスオさん、マスオさん、ささねえ。ナミヤさん、あ、ナミヤさんじゃないか。いや、お父さん。お父さん。は？タタロでございます。何言ってんの？ミッキー今の。モノマネ対抗戦。これしかできなかった。それしかできない。サスライライダーさん大当たりって感じで。素晴らしい。はい、もう一人もハタナアナウンサーでございまして。そうですね。なんで分かったんだろう。なんでですかね。すごいね。一つあの考察は、あの皆さんこのライブ配信今ご覧になってると思うんですけども、角度によってはね、ちょっともしかしたら見えてしまうところが。でも、ね、でもそうか。違う違う。見ていただいたのはもう5時25分だから。もう我々スタジオの外にも入ってきてない。私もいない。全然いないってことで。そうだよ。で、森アナウンサーだけはね、X、でお分かりだと思うんです。まさかの私と畑のこれ3連単なんか買えば今週、ね、ついてるかもしれないですね。本当だよ、はいはいはい、ということで畑のアナウンサーに入ってもらったところで、まあ、私も意外だとは思うんですけども、ですね、食べこぼしが多いんですよ。もう源さんからも、畑野くんも食べこぼし多そうな気がするけど、でも全然意外じゃないですよね。入るや否や、全然意外じゃない。だって この落ち着きのなさは絶対我々と一緒ですよ。最も頼りない2人が今日来ちゃったっていう。そうなんです、ね、金曜反省会多いんですよね、我々ね。多いですね。で、山内アナウンサー言ってたんですけど、はい、確かにコーヒーの食べこぼしっていうところだと、はい、伸びこぼしか、はい、あの私もちょっとですね、名前の下が、本当だ、畑野の社員証もダメだ、汚れてる、汚れがあるんですよね、いつかわからないけど、おそらく滴ってこぼれてしまったんですよね。もうこんな二人で大丈夫かっていう、もういいかな。いやそうは言わず、森さんちょっといいかな。ちょっと何かヒントが得られますよ。そうでも確かにみんなでこう話し合えば何か一つや二つ生まれるかもしれない。そうですよ、はい、そうですよ。で、いろいろ考えて皆様からメッセージをたくさんいただいているんですけども、あのですね、私からはこんな提案です、はい、あの森アナウンサーアグリ王国北海道ネクストで、やっぱりこう何かにこう例えば野菜とかに大きな口でガブッとかぶりついたりってことがあると思うので、普段の食事も結構口を大きく開けて食べているんじゃないかと。なるほど、はい、どう？だとは思います、はい、で、口を大きく開けて食べる、それはもちろんいいと思うんです、美味しそうに食べる、ですが食べる量も普段も多くなっているんじゃないかなと。量増えてます。一気に口に入れるサイズを気にせずガブッとこう一口が大きいおっていうことがあるんじゃないかと思いまして、なるほど、例えば私も結構ステーキとかであるんですけど、大きなサイズのメニューをそのままかぶりついてしまって、口からはみ出たところからステーキのソースがこぼれてしまうとか、そういったことが多いので、まあ、ステーキってどんだけ動く、ね、そうですよね。ステーキなんか全然パンとかなら分かるけど、ステーキどんだけざっくり切って、もうちょっと私は一口が大きいので、ステーキ切る大きさも違うだろう。ソース口からはみ出るもの入れないかな。大げさじゃん。どんだけ海賊かこのどんだけルフィみたいな感じ、ワンピースのルフィみたいに。それはやらないかな。本当ですか、実はあの天野尺さんもあの口の大きさに対して口に入れる量が多いのではないでしょうか、もしくは食べるスピードと口に運ぶスピードが合っていないような気がします。
というのは天の弱さんからですなるほど、なのかな、なるほど、そうか、食べるスピードと口に入れるスピード、口に入れるスピード、はい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 、あとこれはさっき今相談の中では出てきたかわからないですけども、ながらに注意した方がいいんじゃないかっていう、それはもうだってドラマ見ながらだから、そうか、そうそうそう、ドラマ見ながらとか、マサさんも自分は食べこぼししてしまうときはスマホを見ながらご飯を食べてしまっているとき、もしくはお腹が空いていて早食いになったり箸で持つ量が多すぎて口からこぼれたりするときです、ですとか、ラジオネーム仮面獣神ライダーさんもスマホを見ながらとかテレビを見ながら食べていること原因じゃないですかね、ゆっくりマイペースで食べるのがいい気がしますよというアドバイス、お母さんに怒られてるテレビ見ながら食べないのそうか、食べることにまず集中をして、うん、気をつけて食べた方がいいっていうことですか、マサさんはあの麺物はレンゲに乗る分の量を塗料にしたらいいと思うって今 X でいただきましたよ、だから麺とよくいらっしゃるじゃないですか、レンゲの上にこう乗、はい、せてフッて食べるっていう、でも、うん、それでもこぼすか、ラーメン、うん、ぬるくなりません、わかる、ねえ、そうね、やっぱりこう一番絡んでて熱い状態で食べ、はい、ね、アドバイスしてくださって申し訳ないんだけれども、はい、やっぱり一番いい状態で食べたいので、うん、やっぱり出したくないな、そのレンゲに、なるほどね、うん、そのまま吸ってやっぱりすすりたいわ、ごめんなさいね全否定もうすいません、ごめんなさいごめんなさいごめんなさい、お気持ちはすごく嬉しい嬉しいんです、180度側からも全否定でしたけど、あ、そうですね、そういうのとかっていう感じですかね、こぼしてしまうのってでももうしょうがないことであると思うんですよね、どうしても気をつけていても、そうね、ひらっち2号さんは X で、食べこぼしの森アナ、昨日から受注生産しているファイターズのエスコン1周年ファイターユニフォームが黒いのでこれで食べるとよこれが目立ちます、そうそうそう、期間限定の、はいはいはい、はい、だけど年がら年中食事のたびにそれ着るんですよね、友人とかと食事に行った時、はい、ごめんちょっと待ってそれどうしてユニフォーム着るの急にあんたみたいな、食べこぼし対策でみたいな、しかもファイターズもそんな前掛けみたいに使ってほしくて売ってるわけじゃない、うん、多分違う応援用ですからそうですね、まさか食事の食べこぼし対策とは思わないでしょうね、球団もね、面白いメッセージ、ちょっと例えばもう古着とかもうこれ着ないなっていう服を一枚持っといて食べるときに着るっていう選択じゃないですか食事の時に着替えるってこと、そういうこと、まあちょっと羽織る前にこうファスナーがついてるもんでもいいかもしれないですけど、はい、でもそれは結構やってます、うん、やってますか、食べる時をパーカー、黒いパーカーを持ち歩いたりだとか、あと古いあのハンカチを持ち歩いたりとかはするんですけど、うん、はいはい、上を守ったら今度下に落ちたりとか、あ、 膝とかももとかね、そうなんですよね、いちいち下に履くのはちょっと大変ですもんね、そう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 、そうか、うん、なかなか大変ですね、はい、うん、あ、マサさんも早速もうレンゲに入れてもぬるくならないよ、そこにスープも入れるしって、反論に反論いただきます、スープもぬるくなりますよすぐ食べればいいじゃないですかスープもその 1,2 秒でぬるくなりますあ、そうですか、はい、というご意見ですけどね、ごめんなさいね、またいただけるかどうかっていう感じですけど、なるほどね、まあ、確かにザーッとすすってガーッと食べたいっていうのは分かるわ、うん、そうですね、うん、確かにね、どうしたらいいでしょうね、どうします、うん、もう慎重にこぼさないって、もう本当に気持ちを込めて、うん、絶対こぼさないと思ったらこぼさないもんですよ、でも落ち着いて絶対そうやって食べるご飯、うん、あんまり美味しくないですよ、あ、豪快にやっぱり行きたい、豪快に食べた方が美味しい、あ、確かにね、跳ねちゃダメだ跳ねちゃダメだこぼしちゃダメだってなったら味に集中できないです、でも昔さ、あのスイカあるじゃない、スイカ夏に食べるの、はい、スイカ、はいはい、でばあちゃんによく言われたんですけど、はい、すすりながら食べなさいって言うんだよね、言われたかも、スイカってすすらないでガッて食べると汁がデャーって出るんですよ、はい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 、それをね、すすりながらキュッキュッて食べるの、噛むときにってすすりながら噛むの、そうするとねこぼれにくいんですよ、確かに、なるほど、最後のお皿にね残る汁もそんなに多くない、すすりながら食べないと汁多くなる最後、なるほど、すすりながらって
怪物みたいな、足から溺れ落ちそうなものも、ね、全部吸い込む勢いでクッって食べる。でもなんだろう、アグリ王国でそんな私皆さん見たいですか？怪獣みたいにガブッと噛んでちょっと森さん音がちょっとって音声さん、ね、毎度毎度、ね、まあまあでもそうか、うん、でもその先ほどのね、はいはい、あのユニフォームじゃないですけれども、うんはいはいはい、やっぱりこう何か着る、はい、黒いものを着るとか、うん、それがまあ一番ね、まあまあまあいい反省なのかな、まあそうですね、対策としては、対策としてはね、ある程度しょうがないと割り切っちゃって、はい、うん、そうですね。マサさんはですね、マサさん、あ、はい、また来たなまた来たなって最近送ってくださってない、まあ、こっちはすいません、 1,2 秒でぬるくなるってどんだけ熱いもの好きなのさ確かに確かにそうだよ、温度にこだわる、熱いのが何事も好きで、確かにあの小さい子とかってあの熱いと違う器にこう、はい、開け替えて、ちょっとねぬるくして食べたり、それと同じ感覚でしょ、だからレンゲに一旦運ぶとか、はい、そうです、あ、それじゃ許せないってこと、許せない、なるほど、はい、あ、まあどうでもいいかなもう同意見ですやめてもう慎重になれとしか言いようがないですかね、うん、まあ、そうですね、気をつけてくださいしかまあ言えない、うん、常に結婚式で着るドレスを今着てると思い込みながら食べる、あ、特別な思いで、特別な思いで、そうですね、だからもうあれですね、結果は気をつける、気をつける、気をつけるに限りますね、あとドラマに夢中になりすぎたながらをやめると、ながらをやめる、わかりましたこれからじっくり森さんのランチ観察します、やだ、そう、なんか見てくる私と、私席目の前、真向かいだもんね、真向かいなんですよ、じっくり目を凝らして、やだ、すごい嫌だ、ガン見します、はい、すごく嫌です、ね、その緊張感もあって、あ、そうだよ、それ緊張感でこぼさない、いや、わかんない、ラーメンかけちゃうかもしれない見ないよ、見るだよ、見る嫌な人、私の服が汚れてしまう、はい、はい、ということでね、はい、はい、たくさん声もいただきまして、はいはい、ヒントになったと思います、はい、ありがとうございます、はい、ありがとうございました。あの頃の反省、さてあの頃の反省の前にね、ちょっとね、森さんにちょっと、メール、西安さん初メール、はい、ありがとうございます。森さんドラマを語る熱量すごいんですが、はい、タイトル違うんですけど、セカンドマイアオハルつってたんですけど、はい、マイセカンドアオハル、確かに、あ私も気づかなかった旭川のクマちゃんさんも、マイセカンドアオハルだよ、であとねこれコンプライアンス室視聴者センターから森アナウンサーに業務連絡、はい、先ほど HBC で放送中の火曜ドラマの題名セカンドマイアオハルと言ってましたが、正しくはマイセカンドアオハルですよ、自社で放送中の番組名を間違えるとは訂正の上反省してくださいもう視聴者センターからレアオブレアケースですよ、視聴者センターの鶴屋さんから来てますよ、ちょっと待ってよ、であと山内アナ畑野アナ入管証を濡らして汚れがひどくなった場合は総務部に頼むと印刷し直してもらえますそうです、早めに行った方がいいです、すいません、ごめんなさい、ありがとうございます、ご指摘、入管証の書取り替えてもらうのかな、じゃあ外側だけかと思ったんですけどね、カバーだけはね書いてもらったんですけど、山内さん早く行った方がいいと思います、それこれカバーの本当うちの飼いのが噛んじゃってもう歯型だらけだったんですよ一時期、フレンチブルドッグ、フレンチブルドッグに噛まれちゃった、はい、そのツルツルのピカピカのね、カバーに変えましたけど、まあそれはどうでもいい、でもなんか HBC の視聴者センターってやっぱすごい鋭いですね、鋭いね、はい、ちゃんとチェックしてるの ね、うん、ね、これからも信頼ついていきたいですね、鶴谷さんありがとうございます、ありがとうございます、鶴谷さんありがとうございますということで、じゃああの頃の反省でございまして、サイコロを振りまして、はい、出た目が示す人の反省エピソードを元にトーク展開いたします。今月数字に関する反省でございます、森アナウンサーカメラに、はい、持ってっていますが、はい、サイコロ1か6が出た場合はスタジオ出演鳩野アナウンサーの反省、私ですか、はい、で2345が出た場合はリスナーの皆さんから届いている反省メッセージを元にトークしていきます、はい、じゃあ行きますか、森アナウンサー振ります、せっかく持ってるから、はい、持ってるので、はい、じゃあ行きます、はい、うい投げた、
転がした。6が出たということは、あら、畑のアナウンサーの。そうでしたっけ。数字にまつわる。わかりました、はい。数字にまつわる反省ですけども、はい、数字は数字でもズバリ暗証番号の反省。お、大丈夫？大丈夫か？大気をつけるよ。大丈夫。言います。何番なの？何番？え、いやいや、危ない危ない。言われると反射的に言ってしまいそうなんですけど。そんなアナウンサーダメだろうと。まあ、大事なことを隠せないアナウンサー。ね、大事なことですよ。それこそコンプライアンスに引っかかってしまうので。また釣り屋さんから来ちゃいますので。でも皆さんもやっぱりこう暗証番号って、はい。まあ、カード決済とかこう銀行の ATM などで使うことが多いと思うんですけど、入力することあると思いますが、今回の私の暗証番号の反省が自転車のロック。うん、数字で解錠するものありますよね。ありますあります。はい。で、先日久しぶりにちょっと雪も降るので、雪も降るって予報が出ていたので今日降ってますけども、まあ屋根がないところに今までずっと青空の場所を置いていたんですが、私の借りている場所がまあ奥にちょっとしまいますよっていうようなところなので、自転車移動しようかなと、ちょっと離れてるんですよね。なのでいつも通りこう自転車を解錠して、ロックを解錠して運ぼうと思っていたんですが、4桁なんですけども、その番号が分からなくなってしまって、出ました、忘れちゃったんですよね。いつもこう感覚で合わせてるはずなんですけど、確かにその番号っていくつだろうと思って、でまあ防犯のために26かけてるんですけども、片方は解けたんですけど、もう片方が全然解けなくて、結局30分ぐらいかな。違う番号なの？2つとも2つとも違う番号です。あ、分けてたね。はい。でいつも結構すぐに、通勤とかでも使っていたので、パパッと解けたはずなんですけど、その日に限って全然解除できなくて、まあ、結局30分ぐらい粘って、いろんなもう何十パターンや何百パターンぐらいを試して、まあ解除することできたんですけども、はい。どうして忘れちゃったんだ。大事な時に開かなかったんですよね。確認した、最後あのちゃんとしっかり確認してゲッてやった。4つ確認しました。この数字だよなっていう、はい、確認して、まあ、数字のこう、上下っていうんですか、上と下がひっくり返ってないのもいろいろ確認して、こっちから見てふん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 だよな、こっちから見てふんふんふんだよなとか、いろいろ語呂合わせチックに覚えてたんですが、ね、ちょっと外れなかったんですよね。いや確かにあの、いやこの数字間違い、マンションの例えば、はい、あの宅配ボックスとかでさ、ええ、自分で何とかって設定して、はいはい、ガッて閉めたはずなのに、ええ、その数字やったらあれあれって、そうなんですよ。一個ずつ違うかと思っていろいろやってみて、なんとか開いたからよかったですけど、はい、開かなかったら油汗出ますよ。確かにね、危ないんです、それはなんとかできたの。そう、なんとかできて、これじゃないかな、いやこっちかなって言ったら、全然奇想天外、全然違う奇想天外。そういう時に使う奇想天外って予想はね、ドラえもん、ドラえもん任せていいですね。奇想天外師、シャコンドラえもんの難しい頭でっかでかな、そうそう、はい、あ、そうですか。そうなんですよ。怖いね。怖いですね。数字っていうところで結構近いところにそういった、まあ、反省があったんですよね。だから今度はしっかりやっぱりこう控えを作っといて、いやでもそうですね、自分でしか知らない場所にその控えを置いといて、あ、もうやってしまったって時にそれを見てこうでも開けられるようになんか控えのある場所忘れそうですよね。あ、そう、それも実際あるんですよ、ね、控えも何度も忘れて、もう結局カード類だったら再発行とか、いやーもう本当タイプが分かるね、はい、でも、我々多分3人ともそのタイプですよね。そんなタイプ、そんな全員ひどいってチャイさんからもね反省会ですね。じゃあもう一回サイコロいきますか、はい、まだまだ時間はありますよ。じゃあ次、いいですか、はい、分かりました、はい、じゃあいきますよ。何か出るか、リスナーさんからの聞きたいけどね。はい、ではよいしょ、はい、おっと3が出ましたので、3番です。はい、リスナーの方からいただきました。はい、はい、ウルカシスさんですね。はい、はい、先日夜閉店間際のチェーン店のハンバーガーショップに行った時、お会計が1000円だったんですが、財布に1万円札しか入っていなかったので、仕方がなく1万円札を出したら、店員さんが3台のレジから1000円札をかき集めていて、申し訳ない気持ちになりました。電子マネー始めなきゃなと反省しましたということですね。なるほど。だから1000円で1万円出したら9000円分だから、多分1つのレジに9000円分入ってなかったんでしょうね。かき集めて9000円にしてきたということでしょうね。あ、そう、今そうですよね、電子マネー
使う方とかも多いから、もしかしたらレジにねそんなにお金を入れないようにしてたりとかね、うん、されるのかもしれないですね、うん、はい、最近あれないの？だからあの昔アルバイトやってた時にあの1万円札ね、はい、頂戴した時は1万円入りますとかってやってたりしましたけど、はい、そういう光景って今なくなってきましたか？だからあーでもあんまり見ないかもしれない。あんまり見ないですね。みんな P だもんね。P ですね、うん、そうですね。バーコード、QR、 そうか、 IC カード。だって神社のお賽銭だって今ね電子マネーとかで、そうそうニュースになってましたよね。時代らしいですよ。本当ですか？場所によってですけどね、はい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 、できるところもあるっていう話を聞きましたよ。じゃあ神様も対応してるんですかね、電子マネーにね。いいだろう、いいだろう。いいよこの時代。いいだろう、電子マネー P でいいよ。交通系 IC カード、お使い通カードいいよ。と、あーはい、ということあで、ね、はい、50代の同期さんから今メールがいただきました。これ加藤くんでしょ。山内さんと同期入社、96年入社。いやいや、あのね、リスナーの皆様、ご出演の皆様、札幌の中心部シャーベット状の雪と落ち葉の組み合わせで滑りやすいことこの上ない状態です、お帰りの際、お出かけの際は十分ご注意を。特に夏靴の人お気をつけくださいね。インフルエンザが治ったら転んで怪我なんてならないように。ありがとうね。同期の加藤アナウンサーが、はい、メールをくれました。札幌中心部も結構滑りやすくなった。半時間で結構降って変わりましたよね。もう道路状況、路面状況べちょべちょだから、はいはいはい、これおそらく気温もマイナスになりつつあるんで、そうなると凍っちゃう可能性があるんで、はい、よりずるっといっちゃう可能性がありますんでね。そうですね、うん、ちょっと気をつけていただきたいというふうに思いますね、うん、はい、はい、で、あ、うん、あ、森さん冬靴間違えないようにしましょうね。あ、私の靴間違えて履いて帰ったんですよ。帰って、そう、あの今冬靴多分おそらく2人ともあるので、はい、あのアナウンス部にあのデスクが向かい合わせで、そのデスクの下のところに靴を置いているんですよね、うん、黒いゴムブーツみたいなもの、ゴムブーツちょっと冬用ので、それが2人とも一緒で、私の間違えて履いて帰ったことがあったんです、はい、ね、で分かるじゃんサイズで、分かる、で、うん、私が 24.5 なんだけど畑野さんは何センチなのって聞いたら27っすよ。いや分かるだろって、はい、24.5 と27って分かるだろってエレベーター入る手前ぐらいで気づいた。あ、気づいてよかったね、はい、でも結構歩いたね。結構歩きました。、うん、気づくだろう、うん、普通だから今日はね、はい、ちゃんと確認して、はい、気をつけましょう、はい、ちょっと路面状況悪いってことなので、はい、全然女性のものを履いたって申し訳なかった。いやそうですよね、はいはい、ありますあります、あります。そうですよね、申し訳ございませんでした。本当だよ、はい、反省です、大反省です。あの実はですね、今日が11月最後の金曜反省会だったんですけど、はい、来週はもう12月の最初ということで反省テーマが変わります。そうでした、はい、12月はですね、はい、2023年の反省、あ、大きく、うん、来年、はい、もう1年の締めくくりでね、はい、2023年の反省ということでお送りしますので、ぜひね反省をお送りいただきたいと思います、はい、あっという間です。お相手、はい、HBC アナウンサー山内陽一と真理優香と畑野優太でした、はい、来週は誰が出てくるのかお楽しみに、はい、素敵な週末を。さよなら、さよなら、さよなら。